モンテネグロ社会主義者民主党は、モンテネグロの政党。DPS の歴史はユーゴスラビア社会主義、連邦共和国の1980年後半の政治的混乱から始まる。スロボダン・ビロシェピッチは、セルビア共和国共産主義者同盟で権力を掌握した後、ボイボディナ、コソボ、モンテネグロの共産主義者同盟の掌握も、反官僚革命によって完了させ、 それぞれの党指導部を自身の審判に刷新した。この反官僚革命で空洞化したモンテネグロ、指導部で一気に養殖に引き上げられた若手のモミル、ブラトビチ、スベトザル・マロビッチ、ミロ・ジュカノビチという面々が、後の DPS 創設メンバーとなる。1990年、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国で、初の試みとなる複数政党制による、普通選挙に、 ブラトビチを党首に据えて臨んだ、モンテネグロ共産主義者同盟は125議席中83議席を占める対象を収め、同日に行われた大統領選挙もブラトビチが制したことで、首相にもジュカノビチが選出され、普通選挙後もモンテネグロ共和国内の政治の中枢を掌握した。1991年には共産主義を放棄して、同盟を モンテネグロ社会主義者民主党に解消したが、党執行部の人事にほとんど変更はなかった。以後、ミロシェビッチの大セルビア的な強硬姿勢を支持し続け、クロアチア紛争、ボスニアヘルゼゴビナ紛争にも兵を派遣した。しかし、ミロシェビッチが大セルビア的な主張を実現させることができずに、ベートン合意を結ばされて、以後は変わらず、 ミロシェビッチの指示に固執するブラトビッチとミロシェビッチと距離を置こうと考えるジュカノビチらの派閥が対立し、党内に亀裂が走る。1997年、大統領再選を目指すブラトビチに対して、突如して、ジュカノビチが対立候補として出馬を宣言。モンテネグロの1997年大統領選挙では、大接戦の末に、ジュカノビチが勝利して、 党のコントロールを奪取し、コソボ紛争でミロシェヴィッチの主張を支持しないことを表明して、一気に反ミロシェヴィッチに舵を切る。一方で敗れたブラトビッチ派は、新党モンテネグロ社会主義者人民党を旗揚げして、ジュカノビッチと完全に決裂した。党を掌握したジュカノビッチは、首相にフィリップ・ブヤノビッチを当てた新体制で、 親欧米外交を展開して NATO による大規模空爆がモンテネグロにまで類が及ぶのを水際で回避し、さらには流通通貨をユーゴスラビアディナールからドイツマルクに切り替えるなどの強行策でセルビアとの経済的な連携を薄れさせ、国際社会でのセルビアの信用低下に乗じて独立の野心を隠さなくなった。民族政策においては強硬な大セルビア路線を取り下げ、 アルバニア語教育の容認など多様性を認める優和策に回帰して国内の混乱を抑え込んだ。ミロシェビィッチの失脚後もモンテネグロの将来的な独立を主張する d p s は選挙で第一党を維持し続け、セルビアとの連合維持を主張する野党第一党 SNP としのぎを削った。2003年にユーゴスラビアはセルビア・モンテネグロに改装、解消したが、 DPS は、同国憲法へ、3年後に、連邦離脱を可能とする条文を取り付けることに、成功し、セルビア・モンテネグロ連邦初代大統領兼首相には、マロビッチを就任させるなど相当な情報をセルビアから、引き出した。そして2006年5月21日には、モンテネグロ独立の是非を問う、国民投票が実施され、DPS は投票への参加と賛成票を投じる。 ことを呼びかけるキャンペーンを展開し、投票率50%以上、賛成票55%以上という EU が提示した条件をクリアして、モンテネグロ独立に重大な役割を演じた。その後も一貫して、政権与党の座を守っていたが、2020年の総選挙では、議席数の上では、第一党を死守したものの、モンテネグロの未来のために、ラが率いる、 野党連合が過半数を獲得して、政権交代を成し遂げ、d p s は決闘して、以来初めて野党へと転落した。社会主義共和国時代から通算して7期の首相、2期の大統領経験を持つ、ジュカノビッチ総裁の指導体制は継続しており、大統領職は d p s の候補の独占が続いている。ありがとうございます。